はい、どうもビレジェンドカギタニです。本日はですね、この腹筋ローラーを使ってですね、この腹筋ローラーで、立ちコロがね、なかなかできない人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあこう立ちコロをしていくにあたってのこう段階の話をねしていければと思います。まあ立ちコロをするときはですね、まあ膝コロはできるんだけれども立ちコロができないっていう方も多いと思うんですが、それね、やっぱり段階を追っていくといいと思うんですよ。ちょっとね、やってみましょう。こんな感じで膝コロはね、こうやって膝ついてこうやってね、コロコロするわけですけれども、これは結構ね、できる人が多いんですが、立ちコロ、この立った状態からね、こうやってね、こう行くのがなかなかできないという人が多いんじゃないかなと思います。でね、これ結構まあ、コツというかね、当然その腹筋とか力の入れ方とかが影響してくるんですけれども、最初はね、膝コロでやるわけですよ。それで慣れてくると普通にこうやってね、帰るだけじゃなくて先の方でちょっと止めてあげる、この辺、この辺非常に負荷が高いですから、こうやって止める練習をするとか、あともう一つは立ちコロの状態で止めるんですよ。だいたい立ちコロの人がね、ダメだってなるのはこういうケース。こうやってぐる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 っと行って先まで行くんだけれど耐えれなくなってバーンとこうね倒れちゃうっていうのがだいたいパターンなんで、倒れちゃっていいんですよ。ギリギリまで耐えるっていうのがすごく大事で、こうやってぐーっと倒れていきながらぐーっとこの辺で徐々に耐えて行けるところまでゆっくり行って最後バーンでも構わないから、なんとか耐えるっていうのがポイントです。でそうすることによって徐々にね、腹筋の耐えれる範囲というのが変わってきます。それと今そのね、パタンと倒れてなんか上がれそう、あるいは伸びきったところでだいぶ耐えられるようになってきたなっていう時は、今度はお尻をね、ちょっと腰気をつけないとダメなんだけど、お尻ちょっとこうくの字になったような感じでやってもいいんじゃないかなと思います。少し負荷が柔らかくなります。まあどういうことかというと、普通の立ちコロだったらこういうふうにまっすぐになるんですけれども、ちょっと、要は行ききらないってことですね。で、あと肘を曲げるっていうのもそうですね。肘をちょっと曲げてちょっと耐えると、で、行ききらないで途中で止めてあげることによって、なんていうのかな、伸びきる手前で止めて、戻ってくると。でね、やっぱりこう膝コロもこう回数重ねてやるっていうのが大事なんですけれども、やっぱりこうぐーっと最後まで伸びるっていうのが大事じゃないかなと思いますので、立ちコロまだできないっていう人はですね、まあ、諦めないで極力伸ばしきるっていうことを意識してやってもらえればいいんじゃないでしょうか。ということで、ぜひですね、皆さん立ちコロチャレンジしてみてください。まあ、どうやって立ちコロできるようになっていくかっていうステップアップ動画でした。ぜひ皆さん試してみてください。さよなら。